慶州は中国の歴史的な州の一つ。現在の湖北省一帯に設置された。諸郷を見継ぐ編によると、上古の中国の九州のうち、慶州は北は、慶山、南は、神尾に至る地域とされている。紀元前105年、漢の武帝が全国を十三州に分割した際、慶州が設置された。全貫の慶州は南洋軍、南軍、江夏軍、慶陽軍、 武陵軍、霊陵軍、調査国の七軍国を管轄していた。五巻になると、慶州は南洋軍、南軍、江夏軍、霊陵軍、慶陽軍、武陵軍、調査軍の七軍を管轄していた。五巻末には劉氷によって統治された。劉氷は各地から避難してきた学者を交流したため、慶州学と呼ばれる学派が形成された。慶州学の主な人物として、 そうただしがいる。208年の石壁の戦い後、慶州は北部の南洋軍及び南軍は、曹操、中南部は劉備及び孫権により領有された。曹操は南軍、南洋軍を分割して、上洋軍、南合軍を設置した。南軍、霊寮、武寮は劉備に、江夏、慶陽長佐は孫権に、南洋、上洋、南合の、 各軍は曹操により領有され、それぞれが三軍を支配したことより、京城級軍と称されることとなった。210年、孫権が北部の調査軍を分割して、干渉軍とした。219年、慶州巻であった劉備の首相、官羽が曹操、孫権により滅ぼされると慶州は、曹操と孫権によりに分割された。三国時代、 義の慶州は南洋軍、江夏軍、上洋軍、南郷軍、新四郎軍、上洋軍,軍、義京軍の7軍を管轄し、呉の慶州は南軍、江夏軍、調査軍、小東軍、慶陽軍、林河軍、霊陵軍、紅陽軍、武陵軍、伊達平良軍、義都軍の11軍を管轄した。二十一年、孫権は公安より額2 0として武将と改名し、 武将、下記事、人用、用心、祭奏、砂、千の六県にて武将軍とした。229年、干渉軍を廃止した。精神が成立すると、慶州は、高領に、周知が置かれ、下部に22軍169県を管轄した。南北朝時代になると、州数は増加傾向があったが、その管轄区域は縮小している。南朝は、 慶州の周知を常用としたが、南朝政により、公領に移された。北儀は、条件に、慶州を置いた。587年、隋が公領を平丼すると、慶州が置かれ、三軍七県を管轄した。607年、軍政志向に伴い、南軍と解消され、下部に十県を管轄した。隋代の行政区分に関しては下表を参照。621年、 唐により南軍は、慶州と改められ、公領、思考、長林、安京、石首、松茂る、公安の7県を管轄した。742年、慶州は、公領軍と解消された。758年、公領軍は、慶州と解消された。760年、南都が置かれ、慶州は、公領府と改められた。そうの時、公領府は、 慶古北路に属し、公領、公安、先行、管理、松茂、石首、志向、県内の八県を管轄した。1130年、京南府と改められた。1135年、公領府に戻された。1174年、再び、京南府と改められたが、間もなく、公領府に戻された。元の時、中高路が置かれた。中高路は、 カ南江北当初行中諸長に属し、公領、公安、石首、松茂、思考、専攻、管理の七県を管轄した。1364年、春現象により、慶州府が置かれた。民の慶州府は、古行党所を受けた周り先伏政志氏に属し、直属の公領、公安、石首、管理、松茂、思考の6件及び、医療州の徴用、義と、 延安の3県及び紀州の共産、波島の2県、合わせて2州11県を管轄した。新の慶州府は、湖北省に属し、高領、公安、石首、管理、松茂る、向、義儀との7県を管轄した。ありがとうございます。